回ね購入したこの蜜豚ローラ、はい、いつも見ていただいてありがとうございます。力のない女の人でもこうやって養蜂ができるんだよっていうことを紹介したいチャンネルです。実はね、すごく力がいる、作業が多いです。指先の力だけじゃなくて、やっぱりね、全体的に力使います。腰痛めるからやっぱ気をつけた方がいいでしょう。やっぱりね、腰はね痛めるし、そんなに力仕事だと実は思ってなくて、最初始めた時は気軽な感じだと思ったんだね。こんな風に素枠を持ち上げるとは思いもよらなかった。もう勉強不足で始めちゃったっていうのもあるんだけど、でも養蜂はね、楽しいです、楽しいです。あの内見がね、内見が一番楽しいよね、やっぱり。何回も言うけど、まあ、次の日曜日天気が良ければ採蜜しようと思っています。で、これはこの蜜はね、夏の蜜として販売しようと思ってます。あと1週間もすればもうちょっとね、負担かかると思って、重たい、これはすごい重たい、すごい綺麗。おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。初めての方もご視聴ありがとうございます。はじめまして、養蜂ガールです。養蜂を始めて今年で4年目になります。3年目始まるところまでは師匠と一緒にやっていました。去年ね、春にちょっと師匠がいなくなってしまったので、そこから一人でやっています。いろいろトラブルもありながら、なんとかね、ここまで続けていっています。そんなね、最初の頃ね、本当にトラブルだらけだったんですが、多分私が原因じゃないかなって今は思っています。なんかね、多分最初の頃分かんなくて、多分ね、無意識にね、してはいけないことをしていて、それでね、なんか大台傷つけちゃったりなんかして、女王蜂が育たなかったとか、まあ、そういうトラブルいっぱいあったんですけど、まああんまりそういうこともなくなったし、まあ、そういうトラブルばっかりの1年目、2年目、3年目の動画を、1年目、2年目までかな、なんか結構トラブルだらけで、3年目は去年なので、まあトラブルは去年はそこまでなかったのかな。で、今年は4年目で、今回今年3回目の採蜜をします。これはね、夏の百花蜜として販売しようと思ってるんですけど、クローバーとかタイム、ラベンダーの蜜を一生懸命集めていた時の蜂蜜です。はい、それではどうぞ最後まで見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録まだの方もどうぞよろしくお願いします。応援していただけると嬉しいです。はい、それでは開けます。こっちはね、蜂がすごい多いからね、多分ね、開けた瞬間溢れる感じです。なので向こう向けて開ける、ほらね、溢れちゃってる。でもね、これで
いんですよ。濡れてていいですよ。耐熱できるものを鉢を払ってちょっと中の倉庫へ移動したいと思います。これが結構力いるんだよね。はい、あ、いいんじゃないですか。これ半分の1じゃ持ってるしいいのかな。はい、これをね鉢を払います。ちょっとブラシこれちょっと水で割らしてやって今度ね。はい、今回ね購入したこの蜜豚ローラー、これねすごくいいと思います。余計な穴を余計にこう巣を削り取らないから、蜂さんも巣の修復早く終わると思います。こういうのこれすごくいい。ほんと多分こうした手にしといて、次横かな。そしたらこうまんべんなく穴が開く。この穴が開いたところから蜂蜜がね、してってくれるので。ああ、いいね、これ。はい。こういう感じです。はい。これ片面これで終わり。D 群の採蜜終わりました。で次 E 群の採蜜もします。はい、こちらね D って書いてるけど、E 群です。こっちねさっきの D 群みたいにいっぱいじゃないのね。ちょっとね産卵力が弱ってます、こちらの E 群。そしてちょっとね今更なんだけど膨大キープしてます。ほんと今更やめた方がいいと思う、今頃蝶鉢作るのは。だからまあ、ダメ元です。一応生きてるのは生きてるから、蝶鉢さん。あ、暑い。今日ね、こっち気温ね最高35度だって。だ今ねここ33度です。今日ね、A 群も継ぎ箱になりました。蜂がね、どんどん増えていってます。はい、こちら箱は D って書いてるけど中は E 群です。E 群も元気です。こちらの D 群もすごい勢いです。一番 D 群が元気ですね。その次この A 群が元気で、でこの E 群だね。ここねちょっとね産卵スピードが遅いんです。だから蜂がねちょっと増えるスピードが遅い感じです。まあ順調で良かったです。ここね A 群、ここはもう蜂増えるだけでもう採蜜とかはしません。冬越しのねもう準備しようと思います。 A 群はまあどの群れもそうだけど冬越しの準備も考えながらやっていきます。そのうちスズメバチもねしなきゃいけないし。